ってきました。母大いなるチャレンジパート26、今回は明神山ハイキングコースへ行きます。ちょっと山の規模がしょぼくなりましたけどいくつになりはったんですかね。はい、いくつになりはったんですか。85歳でございます。85歳のチャレンジが始まります。山頂まで 1.87 キロ、徒歩約40分。ちょっとしょぼいですけど展望がいいらしいんで頑張って行ってましょう。はい、行きましょう。行きましょう。雪丸おじいちゃんへようこそ。もう立派でか、入れへんわ。はあ、明神山ハイキングコース入り口、立派な看板ですねこれ。山頂まで 1.66 キロ。おお、明神山です。ハイカラになりましたね。えらい、はい、ハイカラ、はい、ハイカラさん。ハイカラさんちゃんか。何やってもようね。道はずっとこんな舗装路らしいです。母大いなるチャレンジパート26です。ちょっとしょぼいです。結構急ですねこれ。大丈夫？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 大丈夫ったら大丈夫。元気やな。大丈夫？あ、疲れた。こっちの方が心配やな。こっちより。元気です。元気。綺麗に撮ってよ、言うとく。綺麗に撮って？なんやねんそれ。本作ってくれるって言うから、本、うん、ちゃんとした顔で。そうや。本作ってくれんかもう、こっち持ってくれな。山頂まで1000メートル。すぐ着くんかな思ったら意外と長い。セミが鳴いてます。めっちゃセミ鳴いてる。あと1000メートルですね。はい、 JR 3号駅に行くらしいです。こっちに行くとで明神山富士ルート。へえ。ええとこやね。はい、ええとこやね。いいとこでしょ。うん。楽に登れるもんな、いいの。おお。はあ、ひらはあ、ひら読んでも登れる。私は初めてですが、お二人は2回目らしいです。疲れたな。大丈夫？早歩けんだけど、いつもしんどいときもこれ。登りになりました。大丈夫ですか。はい、元気元気。怪我と体力を違うか。こんな小さい山やったら物足らんのんちゃう。そんなことない。まあまあ、そこまで言うな大げさやけど。ちょっと物。こっちはもうあかん。こっちはもうあかん。限界。ありがとう。
六さんたちがよう言うと何の心配見ろ。到着しました。到着。到着。到着。水の神様やって。十国国見台。うわすごいやん。へえ。これすごいわ。ああ、ほらいだ。ほんまや。へえ。大峰山。蓬莱山、比叡山。へえ、比叡山やって。へえ、見えへんな、ちょっと。生駒山。あんな都会、あんな都会や。生駒はあれやな。あそこ。比叡山。ああ、なんか赤い鳥居が見えるわ。六甲山。ああ、薄いな。明石海峡大橋。ああ、全然見えへんわ。すごいやん。海見えるわ。これタダで見えるらしいです。じゃあ、しきさん行きなね。そうそう、あったかいせーの、あやのが龍源台のやつで。はい、こっち向いて、ここに集まって。はい、どうぞ。入ってんのかな、分かる。はい、チーズ。もう すごっ。あ、でもあんま高くないかな。はい、じゃあ分かった。一瞬取ってもらおうか。すごいな。冗談や。
ああ大トレやねこれ。二条、葛城、金剛重なってるからよう分からへんけど。ここは行ったやな。ここ行った行った、うん。金剛山も行ったし、うん、二条山も行ったし、葛城山も、うん、みんな行ってるやんか。すごいな。ここも行ってるやろ。ここは行ってないな。ここは行ってない。ここはあの行ってないで。ここは 1800m もある。高取山、白髪だけ行ったな。行ってない。行ってない。行ったよ、うん、行ったの。けど白髪だけ。はい、下山。いいとこでしょ。よかったな。よかった、よかった。OK。オッケー。はい、下山終了。物足らんのちゃん。え、物足らんのちゃん。ちょっとな。ちょっとな。かっこいいです。よかったな、最初の。山でした。360度大パノラマ。この大いなるチャレンジはまだまだ続きますか。まだ続きたいですけどね。こういうところやったらね。もうちょっと大きな山行かんでいいんですか。大きな山は無理ですよね。無理ですかと思いますけど。行きたいのは行きたい。行きたい気持ちは。頑張ってください。まだまだね。はい、はい、明神山から車で、20分ぐらい。うまみ急流公園にやってきました。はい、うまみ急流公園。お花が綺麗、公園やね。私はここは初めてです。ここでお弁当を食べて帰りたいと思います。はい、暑いですね。これ何聞く。ダリアや。ダリアか。へえ、ちょっと入ってみる。うめえ。へえ。はい、お弁当タイムです。はい、たけさん特製お弁当、おにぎり弁当。はい、見てください。はい、美味しいですよ。はい、いただきます。じゃん。じゃあ何、もう何年やってんの。20年22年かな。22年。お父さん亡くなってもう22か3やろ。そうやな、亡くなる年に行ったんやから。いや、亡くなる前から行っとったんやな、お父さん。そう、亡くなる前から向こうが川鍋の方で。そうやな、死んでもやめたらあかんで言われとったもんな。
あかん、いやいや言うたらお父さんがな、わしの遺言や思って家乗ったらあかんって言う。流れ山古墳。はい、母大いなるチャレンジ26終わりました。15,926 歩歩きました。どうでしたか？949。はい、よく歩きました。お疲れさんでした、はい、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。